毎度ありがとうございます。はい、シュプリームテラテラです。それではウィーク8 US と EU のオンライン見ていきたいなと思いますが、今週はホックスレーシングとのコラボアイテムが発売になります。そしてレギュラーアイテムの方では HR ギーガーの、それから昨年人気になりましたサテンアップリケのロボドンフーティーがですね発売されるということで、注目アイテム目白押しです。はい、それでは発売日当日10月14日の全国の天気見ていきたいなと思います。東京晴れ時々曇り、最高気温24度。そして名古屋晴れのち曇りですね、最高気温25度、大阪曇りのち一時雨、最高気温25度となっております。はい、そして福岡曇り時々晴れ、最高気温25度となっております。はい、ちょっとね、私運動会なので雨ちょっと気になりますね。はい、それではね、まもなく12時になりますけれども、さあ果たしてね、何が今回は人気になるのか。はい、かなりね、注目度の高い、ウィークになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあやっぱりね、まず私一番気になるギーガーですね。ギーガーの、特に、ダブル2ですね、こちらがね在庫数どれぐらいなのかっていうの気になるので、まずはねそのあたりギーガーから見て、でアプリケですね、を見ていけたらいいかなというふうに思っております。はい、もうねちょっとずつ更新していきますけど、はい、どうでしょうね、緊張しますね。買うわけではないんですけれども、買うわけではないんですが、はい、12時になりました。はい、US の方からね見ていきたいなと思います。さあどうでしょうか。あー重たいな、結構重たいですね今日重たいな。これも開けたらないパティーンかな。さあ来てくれ来てくれ。まあ1分過ぎぐらいにね見てなかったら、まあ1分以内にソールドしたっていうことなんで、はい、来ましたね。はい、まずはデニムの、はい、30から38、あ、まだ見れましたね。30から38、 EU は、その間に、こっちよいしょ、お、38がなくなってるぐらいか。あ、セーターも、XXL がなくなってるぐらいか。はい、ちょっと更新しましょう。更新して、その間に EU のセーターも、お、まだある、まだあるぞ。これは意外とそこまで人気がないのかな、どうなんだろう。はい、ちょっと止まってる間にね、アプリケ見ていきましょう。アプリケはピンクがね人気になるんじゃないかなと思ってますけど、今週は何が人気になるんでしょうね。さあアプリケは、あ、もう S がない、ピンクの S がない。US はピンクの S がないですね。更新せんと、あ、なくなった。おー、すごい、やっぱりピンクが人気だ。ブラックより、圧倒的にピンクですね。やっぱりピンク SM あたりが人気になるんじゃないかなと思ってましたが、在庫復活した、よくわからないな。ちょっと更新、はい、さあギーガーは、ギーガーはどうだ。お、セーターまだ余ってる。これ余裕あるな、あるのか、いやないのか分かんないけど、お、結構残ってる。これ買えるんじゃないか、今週やったぞこれは。はい、他も一応ギーガーアイテムいろいろ見ていきましょう。あ、その前にちょっとねバラバラに見てっても仕方がないので、あ、やっぱりもうソールドなってるんだこれ、アプリケ。はい、EU は、あ、もうピンクが圧倒的に人気。あ、ライトオリーブも人気になりましたね、この2つ。はい、まあ、こっち側の方が早いな。これを先にやっぱりアプリケ見ていきましょう。はい、はい、
US は数が多いのかな、結構そんなに今のところ想像出てないですね。はい、はい、続いてカセットはどうなんだ。カセットは何個いけるんだ。2個買いできますね。さあおおよそ早いところは終わったかな。ちょっと画像が見れないですけどね、ご辛抱ください。あ、ソールドしてる。あ、 EU グリーンの方が人気なんだ。US は全部残ってる感じがするな。あ、これか、ワークシャツ、ワークジャケット、これも残って、ちょっと US が動きが悪いというか、ちょっと何て言うんでしょう、画像が見れないんで、あ、もう L のみ。 EU をちょっと見ていきましょう先にね。ダブル2はこれ結構余裕あるな。いけるな、今週買えそうだな。はい、アプリケは、あ、ブラック全然売れてない。やっぱりトーナルは人気出なかったか、うん、海外ではね。やっぱりロゴドンは目立ってなんぼですからね。はい、ちょっと予想通りですね。海外は予想通りの展開。はい、まあ、日本はねまた違うと思いますけどもね。はい、海外ではそんな感じでしたね。はい、ニューでギーガ、あー、ギーガ緑が人気だ。緑の方が数が少ないのかな、グリーンの方がね。はい、これもいい色ですね。今回狙われるっていう方も結構いましたけども、落ち着いた感じで、うん、何にでも合いそうな感じはしますけれども、はい、あ、ソールド。はい、ギーガーのアイテムの中では一番早かったのかな。うん、いや、セーターがまだ残ってるもんね。うん、ギーガーのアイテムの中では、はい、パファージャケットが一番人気になりましたね。ギガ意外と売れてないな。ギガ意外と売れておりません。はい、アプリケの方が人気。あ、ごめんなさい、これを見とかないといけなかった。あ、まあこれも一緒ですね。うん、あ、ブルー、いや、ネイビーですね。ネイビーが、はい、まあ、この辺りが早いですねやっぱりね。まあピンク争奪戦という感じがしますが、はい、トーナルは、まあ、数もそれなりに多いと思うので、まあ、残ってるというような状態ですが、やはり海外では、ロゴがね目立つ方が売れてるなという感じですね。はい、ニューエラも見ていきましょう。ちょっとね余裕持って見ていきますよ。今週どうかな。うん、まあどれが特に早いとかっていうのはなさそうですね。ジーザスピース S ロゴニューエラー、はい、これも動きがなしと。で、他に動きがありそうなのは、うん、リーガーが意外と動きが遅いな。レーシングバラクラバ、うん、全然だな。キーチェーンとか、キーチェーンとかかな、うん、キーチェーンはこれはもう数ありそうですね。やっぱり赤とブラック、この辺りが人気になるんじゃないでしょうか。はい、セーターはまだ残ってる。ちょっと一回 US 更新します。はい、その間に EU でフォックスレーシングとか見ていきましょう。なんだこれ。すごい写真がいっぱいあるな、載ってる。写真多すぎでしょこれ今回。うん、かなりこう気合が入ってますね。これはイエローがちょっと人気あるっぽいですね。はい、イエロー、お、US ではイエローがソールド。はい、あ、ブラック、イエロー、ブラック、
ブルーの順番ですかね。結構で、こっちはまだ残ってる、セーターはラージの、あ、これを変えたかもしれん。今回いけるな、このスピードだったら。やっぱりね、ちょっと難しいと思ってる人多いと思うんですよね、今回のギガの、セーターとかですね、この辺りは。ただね、実物見たら、その写真よりは、なんて言うんでしょう、もう少し暗めな感じっぽい写真が上がってましたね。なので、意外といいじゃん。あ、ソールド。ソールドしましたね。US の方はソールド、EU の方はまだ残ってると。はい。ちょっと速さ的にはなんとなく分かったような、分からないような感じですね。まあ、アプリケの方が圧倒的に人気があったのかなっていう感じですね。重たいな。ハンカチは残ってますね。あ、ブラックがある。あ、赤とブラックですね。赤2つかなと思ってたんですけど、この画像なかったんですけど、赤とブラックですね、今回。はい、まあ、前回と一緒ですね。ですんで、はい、これはね、ちょっと新しい情報ですね。はい、はい、タオルはブラックもついてるというような状態でした。私ライブでね、視聴者さんから聞かれた時、赤しか見てなかったんで、ま、赤だけじゃないですかみたいな感じで適当なこと言っちゃいましたね。これね、大変失礼しました。はい、ゴーグル残っております。フォックスレーシングの方のアイテムとしては、そうですね、結構レーシングジャケットだけなのかな。他が本当に、あ、これのブラックがもうソールドしそうですけど、元ジャージですね、しそうですけど、それ以外のアイテムとしてはキャップか。キャップ、元レーシングのキャップも売れてない、売れ残ってる。ギーガーはやっぱりグリーンが数少ないんだな、これ。だいぶブラックが残ってますね。これ結構グリーン難しいんじゃないかっていう方を結構多いと思うんですけど、まあ、その分やっぱり数も少ないって感じですね。キャップも早かった。ギーガーキャップも、相当ですね。 US の方は両方、ジャケットまだ残ってますよね。これが意外と残ってる、ワークジャケット、やっぱりこう奇抜なのはなかなかなのかな。あ、でもこれ SM サイズの小さいのが結構欠けてますね、現在。で、ラグランは？ラグランは、あ、結構残ってるんですね。ラグラン結構ね、あの着画を見たんですけど、ちょっと思ってるのと違う雰囲気でしたね。まあ、ただ赤が人気なのかな。EU の方で赤が人気ですね。このおでこの部分がね、ちょうどこの胸元あたりに来てね、なんかね、そう、ちょっと、まあ、ここでは言えないですけど、なんか女性が来てたんですけどね、なんかおでこの部分がこう胸元に来てて、なんかこう、ちょっと胸を見してるような感じに写ってる写真があって、んとか一瞬ちょっと、思っちゃいましたけどね。まあ、12分経ちましたんで、そろそろまとめていきましょうか。はい。あ、EU もソールドしましたね。W2。はい。セーターもソールドという感じ。両方ソールドしましたね。はい。全部ソールドという感じなので、はい。まあ、
いたいね、今回両方同じような動きだったので、まあ、EU の方でまとめていこうかな、画面が大きいんで。まず早かったのはですね、やっぱり見ていて、あ、これは早いなと思ったのは、サテンアプリケのフーディですね、ピンクと、オリーブ、ライトオリーブ、こちらの方が早かったですね。ピンクは特に SM が早かったんじゃないかなというふうに思います。で、同じく、まあ、こちらの方ね、ちょっと見るの忘れてましたけども、スエパンですね。スエパンはもう全部ソールドなので、やっぱり今回も上よりもスウェットパンツの方が数少ないのかなという感じですね。ちょっとまた数少なめ、なのかなっていう感じがしますね。だからフーディーよりもパンツの方が、結構、買うのが難しいのかなというような感じですね。はい、まあ、これが一番早かったのかなと。で、続いて、早かったのがギーガーの方では、こちらのパフィージャケットですね。こちらのグリーンが特に早かったですね。今ブラックのソールとなってますけれども、EU の方ではですね、まあ、US の方ではまだちょっと残っておりますが、こちらのグリーン、やっぱ数がこれも少ないでしょう、ブラックよりも、はい、いう感じでしたね。はい、ラグランなんかはまあ残っている状態でしたが、同じく、なんだこれ、キャップの方も、グリーンの方が早かったですね。これも結構早かったんじゃないでしょうか。セーターとか、よりも W2 よりも早いかったんじゃないかなというふうに思いますね。で、セーターと W2 に関してはその次ぐらいに、まあ、売れたのかなという感じでしたね。まあ、ほぼほぼ同時ぐらいに W2 とセーターは完売になったんではないでしょうか。まあ、少し思ってるよりも遅めでした。で、フォックスレーシングの方に関しましては、こちらの、レーシングジャケットイエローですね。ちょっと見にくいんですがイエロー、ブラック、あ、すべてソールドになりましたね。 US の方は、はい、EU もすべてソールドですね。はい、一応人気順としてはイエロー、ブラック、ブルーの順番で、ソールドしていったんじゃないかなというふうに思います。その他に関してのソールドは、ニューエラなんかも残ってるし、レーシングのキャップも残ってるし、ビーニーなんかもレギュラーでは残ってる感じなので、今週はこの辺りが特に早かった、今言った辺りですね、が早かったんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてね、こちら日本製のタオルに関しましては、ブラックもあるということが分かりましたので、色違い2個セットというような感じですね。はい、この辺のシャツはどうだろう。この辺はまだ残ってる感じですね、両方。はい、EU も US も残ってるような状態というような感じです。はい、意外だったのはこれですね。こちらがまだソールドしてないもんな。はい、ワークジャケットはかなりちょっと苦戦してますね。やっぱり値段がかなり高かったっていうところで、はい、ちょっと売れ行きは芳しくないのかなという状態ですが、そうですね、 US については、あまり変わりありませんが、 EU の方ではレッドの方が、若干人気になっております。はい、どうでしょうね、今週。はい、まあ、それぐらいですね、今
週は。はい、という感じで、今週見ていきましたけれども、最後にサイズ表ですね。サイズ表、はい、このような形になっております。はい、まあ今回一番人気があったアイテムはやはりレギュラーアイテムの方のこちらですね。はい、圧巻のスピードで、ソールドしたんじゃないかなというふうに思います。はい、サテンアップリケのスウェットシャツと、スウェット、パンツですね、こちらの方が人気になったんではないかなというふうに思います。はい、皆さんは今週何狙いますでしょうか。はい、ぜひ狙っているアイテムゲット目指して頑張ってください。はい、それでは今日はこの辺で、おやすみなさい。